よ、トマサヒ、ひなたです。今回はですね、クイーンワックスライジングを紹介していきたいと思うということで、やっていこう、上げていこう、トゥ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 、サニーゴースカンプエレズンサザイジャー V たっぷりバケツ。待って、これすごくない？まあ詳しくないから分かんないけどさ、すごっ。ダブルレアだって、やばい。これ普通にやばいな。まずサニーゴの能力から見ていこうか。呪いの雫、ダメカン3個を相手のポケモンに好きなように乗せる。好きなようにってどういうこと？スカンプがね、毒ガス、相手のバトルポケモンを毒にする。エレズン、睨んで噛みつく。コインを一回投げて表なら相手のバトルポケモンを麻痺にする。サザイジャ V、 これを二つですね。砂ぐらいとサンドブレス。まず砂ぐらいの説明から。自分のトラッシュから糖エネルギーを1枚選び、このポケモンに受ける。次はサンドブレス、このポケモンについてるエネルギーを2個選び、トラッシュする。で次はグッズですね。たっぷりバケツ、自分の山札から水エネルギーを2枚まで選び、相手に見せて手札に加える。そして山札を切る。待って、これガラルサニーゴって、だから俺が見たことあるサニーゴと違うのか。はい、ということで、サニーゴ、スカンプ、エレズン、サダイジャー V、たっぷりバケツ、ゲットだぜ。ポケモン、ゲットだぜ。もし、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ。たーっ。